目標というか、倒さなければいけない相手。東京オリンピック女子レスリング金メダル候補、須崎優衣。圧倒的な身体能力を武器とする彼女が、未だに決まらない50キロ級の代表権をかけ、宿命のライバルと繰り広げた壮絶な戦い。ラスト15。運命の決戦に向け、コーチと二人三脚で取り組んだ秘策とは。地味にじわじわってくる感じです。効果はすごく実感してます。東京オリンピック出場のために須崎優衣がこれまでに流した涙と汗の記録。3月6日土曜夕方5時、バースデー。